本日は、坂行くトレーニング動画を、手下までやってみたいと思います。バウンドしたらボールを迎えに行ってボールを押さえて、取りに行く。でこのように、どこのコーンでもいいので、ボールを止めていただければ大丈夫です。まずはボールをしっかり見てバウンドしたらボールを押さえて、どこかのコーンにドリブルしていく。この時にしっかりボールを見ておくこと、落下点に入ることで膝をしっかり柔軟を使ってスッとボールの勢いを吸収してあげるっていうのを意識しましょう。バウンドしたボールをすぐ押さえてすぐに空いているコーンへドリブルしていく。はい、ありがとうございます。今日は練習を手下までやってみたいと思います。比較として、普通のボールも、準備しております。まずはやり方としては四隅に目印を置きました。で、親が真ん中をめがけてボールを投げてあげます。ワンバウンドしたら子供はそのボールを素早く押さえてどこかの目印に向かってドリブルをしてボールを止めるという練習になります。普通のボールでやってみましょう。ボールがバウンドしたら動き出して素早く押さえてドリブルして目印で止める。今のボールですね、バウンドさせても、正直に真上に返ってきます。ですが、手下球はボールの重心が、ずれているのでボールのバウンド自体が大きく変わります。今取れなかったようにボールがいろいろなところにバウンドしていくのでそれに合わせて子供は体を動かしてボールを素早く押さえるというレベルの上がった練習になるかと思います。ではやってみましょう。子供はよくボールを見てボールに合わせてボールを押さえるで目印までドリブルをしていく。ボールのバウンド今のもイレギュラーでしたがうまく体を動かすことで素早く押さえることもできます。見ていただくと分かりますが押さえた後もドリブル中もボールは変化します。なので最後の最後まで集中したトレーニングというのを行うことができます。普段のボールでもすごく効果的な練習にはなるんですけれども手下球を使うことでより調整力、ボールに合わせた体の動きそういった、複合的なものの力まで身につけられるっていうのが手下球のいいポイントだかと思います。ぜひやってみてください。